どうもアイトです。6月末のアプデでゆかり様と、サナエさんの少女転生が、実装されるみたいですね。こちらは6月10日時点の、転生鏡の数。霊夢、マリサ、アリスが800個を超えるのに、対して、パチュリーだけ382個と、完全に出遅れました。やはりスキルは事前に余裕を、持って育てておかないとダメですね。てなわけで、最近はスキルの育成を、サボっていた初期キャラたちを、優先して育てています。次に少女転生が実装されるゆかり様は、未所持ではあるものの、サナエさんはスキルレベル10、昇格ランク4、覚醒3の状態。昇格ランクと覚醒は素材と、再戦、割り符があればいつでも上げられるので、皆さん、スキルだけは早めに育てておきましょう。早くもフェスゲンキャラに少女転生が実装されるわけですが、この流れから見ると、やはり初期から実装されているキャラから、順次転生可能になりそうですね。少女転生でどれぐらい強くなるかはわかりませんが、前提条件である育成は早めに終わらせておきましょう。とりあえず今回は、ここまで。ご視聴ありがとうございました。